アビスパ福岡5年ぶりの J1 でここまでなんと5位、躍進でございます。皆さんありがとうございます。いや、長谷部監督、選手の皆さん嬉しいな、本当ありがとう、感謝してます。もうね、黙ってられないんですよね、気持ちがもう収まらなくて。だってさ、誰が予想しました、ここまでの躍進を。開幕前にほとんどのサッカー解説者の皆さんがね、アビスパ福岡5年ぶりの J1 で大体降格予想入ってました。まあ、それはそうですよ、今まで苦労してんですから、僕らだって心配でしょうがなかった。でもどうですか、蓋を開けると5位、上から 1,2,3,4,5、 もう上から数えた方が早いっていうこの幸せ、今までないですから、戸惑いもあるんですけどもうね、幸せすぎて誰かに伝えたい、分かってもらいたい、こんなチャンネル、 YouTube 配信ということでね、オキャラさん、すいません、YouTube なので奥さんのことを知らない人いっぱいいるんですよ、はい、ちょっとまずはちょっと奥さん自己紹介からいきましょうか、はい、そうでしたね KBC アナウンサーの沖重義です。普段はですね、スポーツ実況アナウンサーしてましてですね、ここまで野球、サッカー、競馬、マラソン、駅伝、ゴルフ、アメリカンフットボール、バスケットボールなどなど、いろんな競技をね、スポーツ実況をしてきました。でアビスパーの中継もね、実況もしてまして、まあ自分で言うのも恥ずかしいんですけど、自分がテレビラジオで中継をした試合は、アビスパーは10勝2敗2分け、サポーターの皆さんからもね、負けないアナウンサーと、負けないアナウンサーちょっと言われてまして、これ恥ずかしいね、自分で言うのまあそんな感じで、はい、頑張っております。今度ね、6月19日にですね、アビスパ福岡とヴィッセル神戸の実況生中継をね、地上波 KBC テレビで実況生中継するんですよ。だけどももうそこまでも待てないんです、気持ちが。ここまでだってこんなに選手監督頑張ってるから、なんとかアビスパのこのサッカーをみんなに伝えたい、もう知らない人にもこんなに素晴らしいチームが福岡にあるんだよって、で今 J1 で5位なんですよっていうところをね、なんとか伝えたいっていうことで、もう地上波やるんだけど、もう地上波を待てないし、早く発信したいっていうことで、でこういうね、チャンネルを作っていただきました。僕はですね、広島出身で、もともと広島の放送局にいたんですよ。で2004年にこの福岡の土地に中途入社で KBC に入社したんですよね。でそれ以降、KBC のアナウンサーとして働いてるんですけど、2004年に来た時に、その時ね、アビスパ福岡が松田監督の時代だったんですよね。で、頑張ってて、で2004年に J2 で3位になるんだけど、 J1、J2 の入れ替え戦で柏に惜しくも敗れて昇格ならず、あ悔しいな。で2005年に晴れて2位になってね、あばちょっと思い出した、ちょっと投げてきた奥さんの熱は分かりました、分かりましたけどアビスパの魅力っていうのをちょっと教えてください。ズバリ、ものすごく高額年俸のね、外国人だとか、超有名選手を引っ張ってこれる資金力っていうのは当然ないんですけども、難しいところあるんですけど、だけどそれを補うためにチーム力、個人で勝てないんならチームで勝とうっていうね、あの組織力、堅守速攻っていうところがね、ずっとあると思うんですけど、そこがね、ものすごくなんかこう胸がね、こうキュンってなるぐらいね、なんかもう何とも言えないこう魅力があるんですよね。サッカーって華麗にパスワークで、川崎フロンターレみたいに強力な相手の守備を華麗なパスワークでつないでつないで崩して、ゴールまで行くっていうプロセスを持っているチームもあれば、もうアビスパは全くそうじゃなくて、うまくボールを奪ってからこう速攻をするっていう、まさに初
の人差しじゃないけど、そこがなんかね、それを徹底的にやり続けるっていう、決してカレーじゃないんだけども、こうみんなが足を止めずに一生懸命走ってゴールに向かっていくっていう、そこが僕もたまらなくもう愛しくなっちゃってますね。2021年のアビスパっていうのはどういうチームだと思ってますか？はい、相手のボールを奪ってからの速攻っていう、ここをね、ブレることなく磨き続けて。奥さんすいません、ちょっとね、はい、それ長くなりそうなんで、はい、まあ、せっかくなんでアナウンサーなんで、はい、ちょっと1分間にまとめませんか？ちょっとストップウォッチ用意しましたんで。今？うんうん。いや、僕ちょっと今日アナウンサーっていうあんま認識なくて。ではうまくいくかな。いきますよ、はい、心の準備はいいですか？はい、では用意スタート。ザ・アビスパ福岡2021年、長谷部監督がですね、就任2年目やり続けてきたのは堅守速攻です。相手にボールは持たれてもいい、持たせた上で高い位置でボールを奪ってゴールに向かっていく、この様をぜひね皆さん見てください。なんといっても前で奪うからといって前線のフォワードの選手だけがね動くんじゃない、それに伴って中盤の選手も一緒に動く、さらには言ってみれば最終ラインの全くボールに関係ないようなディフェンダーの選手もね、それに伴って連動した統率感のある動きでボールを奪って、だから奪う前から攻撃が始まっている、その動きを統率取れてる、もう美しい。この動きをねぜひ皆さん見ていただきたい。これが長谷部サッカーの醍醐味ですから、見てください。何分？50秒でした。あれ、ちょっと足りないですね。逆に短かった？足りないですね。短かった。ちょっと愛が薄いんじゃないですか？いやいや、そんなことないよ。ちょっと腹時計がね間違った。なんか悔しいね、アナウンサーって言われたらなんか尺守んなきゃっていう気持ちが出たね。悔しい、もうちょっとラインが引き気味でしたね。そうだね、はい、そうだった、はい、だちなみに今年奥さんが注目している選手、はい、3人挙げるとしたら、僕がまず注目してるのは、まあ、やっぱりキャプテンの前選手、絶対外せないアビスパの心臓ですもんね。本当に気の利いたポジショニング、ボールを奪われてもどこでもカバーリングするし、ボールを奪うし、でこぼれ球セカンドボールを前選手がいることでしっかり回収してまた自分たちの攻撃につないでくれる。彼がいる限りアビスパは大崩れはしないというふうに僕信じてます。長谷部監督からの信頼も絶大なものがあるんでしょうね。2人目はエースのやはりブルーノ・メンデス選手ですね。去年までセレッソ大阪で2シーズンプレーをして、2年で15得点上げている選手なんですよ。去年9得点かな。でストライカーなんですけど、開幕当初あんまり調子上がらなかったんですけど、だん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 コンディションがね良くなってきまして、最近もう切れ味鋭いです。キレッキレになってきましてですね、クロスに合わせるうまさもあるし、足元のうまさもある。でアビスパですからフォワードも守備をしなきゃいけないんですけど、この守備での貢献も大きいんでね、まさにアビスパにふさわしいエースです。もうちょっと点取ってくれます、まだまだいきますよ。3人目は最終ラインの奈良達希選手ですね。彼がやっぱりセンターバックでドーグラス・グローリ選手とこうセンターバック組んだ試合っていうのは本当安心して見られる。各世代で日本代表ずっと選ばれてましたし、川崎ではね優勝も経験して、上昇のこう気質とか上昇軍団で学んでることもすごくこうあると思うんで、そういうものをおそらくねどんどんアビスパの選手に落とし込んでると思うんですよね。で試合見てると最終ラインですごい声出して引っ張ってるんですよ。でラインコントロールも統率もうまく取ってるし、で空中戦とか相手の J1 ですから超強力なストライカー陣いるんですけど、そういう選手にもしっかりね負けてない、対人でも強いっていう魅力がありますから、このね安心感安定感たまんないですね。せっかくなんでちょっと PR しましょうか。あ、そうですね、6月19日、いよいよ KBC テレビがですね、アビスパ福岡対ヴィッセル神戸戦実況生中継で、お送りします。アビスパの組織力、
そしてヴィッセル神戸はですね、すごい選手ばっかりですよ。スター軍団です。イニエスタ、サンペール、ね、それからリンコン。もうね、あの日本版あのレアルじゃないけど、もうすごいんです。年俸も含めて、もうそういう彼らがあの博多に来て対戦相手として対戦するわけですから、こっちもテンション高まるんですけど、実況は私沖、解説山下義輝さんでね、熱く熱くお送りしたいと思います。で、今回 KBC であの初の試みなんですが、なんと、実況中継中 YouTube 生配信も行います。あのアビスト OB の中村北斗さんを迎えましてですね、お相手は、後輩の井内アナウンサーが務めるんですけどね、あの北斗さんの、細かいならではの、YouTube での、解説だとか、もちろん YouTube の中でのプレゼント企画もありますんでね、ぜひ、テレビは KBC テレビをご覧いただきながら YouTube の方もですね、楽しんでいただきたいと思います。第1回という形でのこの YouTube 企画でしたけども、はい、ちょっと喋りすぎでしたか。いや、あのね、ちょっとね、なんか用意してきたんだけど、あの言えなかった。ちょっとアビスパが勝つと沖重良、その1週間順位表を何度も見てニヤニヤしてしまうね、これサポーターの皆さん共感できませんか。ありますよね。だいぶ下と差をつけてもやっぱりね、心配っていう気持ちもあって、何度も何度も計算してしまうっていうね、でもニヤニヤしてしまうということですKBC の社内もね、アビスパ好きっていう人もね、もちろんいます、もちろんいるんですけど、まだまだね、これ増やしていきたいんですよ。どん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 ね。だからまずこう、どうしようかね、酒井君。わかりました。僕がちょっと頭に浮かんでる人、はい、あの人を今度、あの人ちょっと読みますんで、はい、ちょっと洗脳していきましょう。アビスパに染まってない人を染めちゃえってこと。はい、わかりました。じゃあ次回はその企画でいきましょう。お願いします。